両親が互いに対立して争いをするとき、子供たちは次の賢明な態度を取ることができます。本当に聞く子供たちは両親の葛藤を免疫するのではなく、両親の言葉を聞いて理解しようとしなければなりません。要則の視点を理解しようとする態度を見ながら、中立的な立場を維持してください。中立的な立場を維持する子供は両側の視点を理解したいと思う中立的な態度を維持しなければなりません。両側の感情を理解し、判断を下す前に会話を聞かなければなりません。時間と空間の提供、子供は両親が紛争中に適切な時間と空間を提供する必要があります。家族の平和と安定を維持するために葛藤を深めないように努力する必要があります。開かれた会話、子供は両親に開かれた会話を通じて対立を理解したいという意思を示さなければなりません。質問をしたり、両親の意見を聞いたりしよう。専門家の支援、紛争が続いて解決しにくい場合は、家族のカウンセラーや専門家の助けを見つけることができます。彼らは家族間のコミュニケーションと解決策を助けるために特化した知識を持っています。感情表現、子供たちは自分の感情を表現してもいいです。紛争の状況が子供たちにどのような影響を与えるかを率直に話し、自分の不安や恐怖を表現してください。感情的なつながり、子供たちは親との感情的なつながりを持つことが重要です。感情を共有し理解することで、親と子供の間のつながりを高めることができます。自信と安全感、子供たちが感情を表現し、親から支持されていると、自信と安全感が高まります。問題解決能力の強化、子供たちが感情を表現し、親と会話しながら紛争の状況を扱う方法と問題解決能力を向上させることができます。感情的知恵の獲得、親との会話により、子供たちは感情管理と他人との関係を理解するために必要な感情的知恵を獲得できます。ストレス管理、両親が子供の感情を理解して支援するとき、子供はストレスを管理する方法を学ぶことができます。モデレーターの役割、事案、子供たちは両親の対立を仲裁しようとしないでください。仲裁人の役割を果たすと、両親間の紛争が子供に重い負担を与える可能性があります。仲裁人の役割を果たした子供たちが両親間の紛争に関与すると、これは負担とストレスを感じる可能性があります。両親の紛争は両親間の問題であり、子供たちはその問題に関与してはいけません。ストレスと負担、仲裁人として機能する子供は、両親間の紛争のためにストレスと負担を感じることがあります。感情的健康葛藤に関わると、子供たちは両親の感情的な負担を経験し、それによって感情的な健康の影響を受ける可能性があります。親、子供の役割の混乱、非親仲裁人としての役割は、子供の役割の混乱を招く可能性があり、親、子供の健康的な関係に影響を与える可能性があります。中立的な立場、子供たちは両親間の対立に中立的な立場を取るべきです。紛争の状況で両親に公平に対処し、両側を支えてはいけません。感情表現、子供たちは自分の感情を表現する権利があり、両親に自分の感情を開き、率直に話すことができるはずです。サポート請求、子供が両親の紛争のために困難を抱えている場合、子供は親または信頼できる大人にサポートを請求する必要があります。両親間の対立対処、子供は両親間の対立を解決または管理する役割を担う必要があります。両親は自分で問題を解決し、必要に応じて専門家の助けを求めることができます。仲裁人の役割を避け、子供たちが健康で安全な環境で自分の感情を表現し育てるようにすることが親の役割です。両親の紛争を解決または管理することは両親自身の責任であり、子供たちはその過程で中立的な立場を維持する必要があります。安全な場所に移動、紛争が激しく危険であると感じた場合は、安全な場所に移動してください。友人の家、隣人の家、または家族の家に行き、安全に過ごすことができます。友人や家族の家、家族や友人の中から信頼できる人の家に移動します。
ここであなたをサポートしてくれる人がいるでしょう。近所の家隣人の中から信頼できる隣人の家に移動することもできます。隣人は助けを提供し、安全な場所を提供することができます。ホテルまたは宿泊施設紛争が深刻な場合は、ホテルまたは宿泊施設を見つけて安全に滞在できます。これは、緊急の状況で安全な場所を確保するのに役立ちます。危機カウンセリングセンター一部の地域には危機カウンセリングセンターがあり、紛争中の人々に支援を提供できます。これらのカウンセリングセンターに連絡して、安全な場所やサポートを見つけることができます。緊急事態の連絡先紛争の場合は、緊急事態の連絡先を使用してください。これには、警察、消防署、医療緊急事態番号などが含まれます。安全な場所に移動して、自分の安全を最優先事項にする必要があります。その後、紛争を落ち着かせ、解決する方法を見つけることができます。紛争の状況では、常に安全を最優先にして行動する必要があります。親との会話、子供たちは両親と話すのを避けて、両親とこの問題について話すようにしてください。紛争の状況を平和に解決し、解決策を見つけるのに役立ちます。オープンコミュニケーション、子供は親とオープンで率直なコミュニケーションを維持する必要があります。自分の感情と視点を率直に表現することが重要です。理解と共感、子供は両親の視点を理解しようと努力し、共感する必要があります。相手の感情を理解し尊重することは、紛争を軽減するのに役立ちます。解決策を見つける子供は両親との紛争の原因と解決策を見つけるために協力する必要があります。親と一緒に問題を解決しようとする意思を示すことが重要です。平和な会話、子供は暴力や積極的な言語の代わりに平和で尊重的な会話を目指すべきです。堂々と自分の意見を表現するが、相手を尊重する姿勢を維持してください。自分の感情を管理する親の紛争が子供にストレスを与えたり、不安を引き起こす可能性があります。したがって、子供たちは自分の感情を管理し、ストレス管理技術と感情調整技術を習得し、効果的に対処できる必要があります。感情認識、子供は自分の感情を認識し理解する必要があります。紛争の状況で自分の感情を正確に認識することは、感情調整の第一歩です。ストレス管理技術、ストレス管理技術を学び、実践してください。瞑想、ヨガ、運動、定期的な呼吸練習などにより、ストレスを効果的に管理できます。感情を調整する、紛争の状況で感情を調整するスキルを習得します。感情が過度に盛り上がらないようにし、必要に応じて短い休憩をとって感情を安定させましょう。サポートシステムの活用、必要に応じてサポートシステムを活用してください。学校のカウンセラー、精神衛生の専門家、または信頼できる大人と話し合い、助けを求めてください。両親間の紛争は家族内で一般的に発生する可能性があり、子供たちは対人関係と紛争解決能力を学ぶことができます。重要なことは、子供たちが安全で支援を受けることができる環境を維持しながら、両親間の葛藤を賢く扱うことです。子供たちが両親の紛争の状況で賢明な態度を取ることは、家族関係と子供の感情的な健康に良い影響を与える可能性があります。子供たちは紛争の状況を機会にし、問題の解決、感情の調整、コミュニケーションなどの素早さを育てることができます。これにより、子供たちは自分の意見を表現し、尊重することができる環境を作り、成長と発達を支援することができます。両親は子供の立場を理解し支援する役割を果たし、子供の安定感と信頼を築くことができます。紛争の状況でも、親と子供の間のお互いの愛と心配を示し、家族の調和の取れた関係を維持することが最も重要です。